ルクスリアまでは船で行く。着いたらしばらくは陸路や。まさかカメちゃんと行動を共にするとはね。大船に乗った気でおったらええ。ジークは運が悪いも、なんだか沈没しそうだもほんまやな。笑いごっちゃないんだけど。そういえばジークさ、自分はイーラとは無関係じゃないって言ってたけど、あれどういうこと？ん？ああ、あれか。あいつらのことは知らんけど、500年前に滅んだイーラっちゅう国はな、ワイラ・ルクスリアの前身。ルクスリア人はな、イーラの滅亡から逃れた英雄アデルの末裔なんや。じゃあ、ホームラが眠りについた後、アデルはルクスリアに？そういうこっちゃ。それは初耳ですね。歴史はそれなりに勉強してきたつもりですが、全く知りませんでした。こういうのはあんま表には出さんからな。今じゃこの王家の紋章にその名残があるのみや。霞を同調させたのはなぜ？彼女の力が有益だったからだ。ここアーケディアはこれまで何度かイーラの襲撃を受けている。退けるためには必要不可欠だった。そう？その割にはあなたのブレイド他にいないようだけど。確かに私はドライバーだが戦士ではない。それにここの僧兵は頼りになるからな。餅は餅屋さ。そうならいいけど、なぜ彼らは亡国イーラの名前を使うのかしら。シンはイーラが用したブレイドだ。郷愁や忠誠、おそらくはそういったものだろう。本当にそれだけかしら。本当とは？私は自分が眠りについた後の歴史を知らない。それを記した書物もない。あるのは漠とした伝承だけ。それで十分ではないのか。歴史とは漠としてうろんなものだ。真相は当事者しか知り得ない。あなたはその当事者ではなくて。だからこそこうして協力を持ちかけている。ルクスリアに行けばわかる。